編集チャンネル。はい、ねいちゃん、こんです。山本です。じゃあ質問書いていきますか。はい。メールやチャットでのやり取りで気をつけてることは何ですか？俺のチャットどんな印象がある？ OK たまにつく顔文字たまにつく顔文字要点をまとめる用の文章と感情的な気持ちを表すとかっていう文章はまたちょっと別だと思うんだけど、はい、まあじゃあ後者から言うと、了解ですって送る人ってダメじゃない？どんなにテンション低くてもとりあえず了解ですびっくりにはしてほしいよ。これ上の人、目上の人だろうが後輩だろうが、うん、はいはい、了解ですびっくりみたいな、うん、じゃないとなんかもうダメだよね。ダメなんすか？うん、これね、あの全員に言いたい、もう世の中の了解です丸みたいな、怒ってんのって思わない？でもなんかビジネスマナー的にはなんかあんまびっくりとか使わんイメージですけど、フリーランス界隈やったらなんとなくまあいいかなっていう感じはしますけど、いやだからそれもイケてない人が考えたルールだって俺は思っちゃうね。じゃあもうちゃんとなんか人事担当とかなんかたまたま送るメールを送る機会があったらびっくりで、よろしくお願いしますびっくりとかの方がいいんですかね、ちゃんとした会社のとかでも、うん、マナーって何なのって話なんだって。よろしくお願いしますびっくりで嫌な気持ちになる人って、まあそれいたらね送んない方がいいけど、いないでしょ。で向こうがそれがマナーと考えてる時とは、うんうん、この人はマナーがなってないビックリマークつけてきたからって思うかもしれない、うん、まあそうかもね。だから俺がちょっと良くないんだけど、はい、俺はもうなんかテンションが低い感じで来られるとはぁって思うから、はい、とりあえずビックリつけろやってなる。っていうのがまず気持ちの部分ね、うん、で文章で言うと、まあ、結構意識するのはその文章を読んで相手が結局何が記憶に残って、何が要点として伝えられるのかっていうのを相手目線で書くっていうのを結構留意していると。だから自分が伝えたいことで、まあ、話すのとも一緒、話すのも一緒だけど、自分が伝えたいことをガーってこう書いて文章をこう送ったとしても、それを読んだ相手が感じることって多くて2つ、はい、大体1個なのよ。つまりこういうことかぐらいにしか相手って思わないのよ、うん、そしたらその感情が伝わるんだったらもう相手がその感情になる、そう思う、それがもう結論だから、ってことはその結論を得るために長文である必要がないんだったらもう短文で済ませるみたいな、うん、要は相手をどういうふうに思わせたいかとか、どういうふうに考えてほしいかっていうのから逆算して一番最小の最短の文章にすることを気をつけるっていうイメージですかね。まあ、特に俺は結構好きなんだけど、まあ、Twitter とかによく見ると思うけど、なんかあのビュレットっていうのを点でこうまとめるとか要点をね、うん、だからこの文章で伝えたいのはこの2つです、これとこれみたいな、読んでそんな複雑な感情を相手にこう思わせることって、よっぽどね小説とかじゃないと複雑な背景から入って、こういう背景があるからこうでみたいなのが伝えらんないから、基本的にはビジネス文書っていうのはなるべく短く簡潔に結論ファーストでっていう、上の場合は大体結論から書く文章でも、うん、質問する時も背景こうこうこうでこうでこうでで質問はこうなんですけどもこうでこうでってなると、文章の一瞬一番途中に質問が1個出てきて、はい、あ、これに返答すればいいのかなみたいになっちゃうから、文章送る時もお世話になります川本です、質問なんですが今回1個聞きたいことがありますと、これですみたいな、でこれを聞く理由としてはこうでこうって、その後長文になったとしてもうそこはなんかこう読み流しても済むから、うん、で最後文章の最後にちょっと繰り返しとなりますが、今回の質問これに関して返信待ってますみたいな、お待ちしてますみたいな、はいはい、そうすると相手はこの文章を読んで返信をすればいいんだな、この質問を答えてっていうのが分かりやすいじゃんっていう、相手のアクションがすごい分かりやすいような文章にするっていうのを心がけますね。で一番なんか嫌なのは、逆に送られる側だと、とりあえずペッて投げられて送ってきて確認お願いしますってなった時に、どの観点から何に関して確認をして、でその確認したことをなんて返信すればいいのかっていうのが分かんない、で確認しますって送られたらはってちょっと思うよね、はいはい、確認してくださいって来たら確認しましたって返す、いろいろ間違ってるところがありますって返す、で僕はいいのか返信そもそもしなくていいのか、うん、とかが分かんないから、そういう文章を送る人はちょっとレベル低いなと思っちゃう。相手のアクションを明確にしてあげると、そう、読んだ側の人のアクションを明確にする、うん、もしくはインプットしてほしいことを明確にする、うんうん、まあ、文章ね、どんだけ長文やっても伝えたいことなんてせいぜい1個2個だから、はい、それだけ頭に入れといてもらえばもうそれでもう万々歳なのよ、こっちからしたら、うんうんうん、だから複雑な背景からこうでこうでとかってね説明する必要はなくて、うん、したとしてもまあ結論の補足で、え、何それ、もうちょっと詳細知りたいんだけどって思った人に対して後から下に続くような感じで送ると伝わりやすいんじゃないでしょうかっていうね。なるほど、はい、だからね、これね全部ね、メールのやり取りとか
めちゃったねというか、全部この営業だったりとか新規の顧客開拓とかも全部つながるから、うん、よくうちの会社にもさ OA 機器なんかプリンター導入しませんかとかそういうさ営業メールとかがバンバン届くじゃない、はい、会社宛てに。大体のメールの原稿いけてないのよ。これ見た時に僕らはこういうことをやっている日本で一番のこうでみたいな、うん、君の自己紹介興味ないんだけどみたいな、うん、でもそれが例えば文章の最初に御社でこういうことをやってるんであればこの商品を導入したらいくらのコストカットができます、うん、ご興味あればうちはこうでってなってたら結論から入ってくるから、それで自分がね対象者だったらもっと読みたいって思うじゃん、うんうんうん、そういうなんか文章の構成の仕方が大抵の企業のメルマガは下手なんですよ。だからメルマガだったりとか、まあ、メールのチャットのやり取りとかもそういう人が多いから、うん、構成は気をつけましょうって話ですね、うん、はい、これはためになる、うん、全然関係ないけどさ LINE とかもさ了解しましたって送るかどうか迷わない？迷います。スタンプとかさすがにクライアントにスタンプ送んないけど、読むのが既読にするのに何時間か経った後に返信してなかったみたいな、はい、かしこまりましたとか、まあ、了解しましたは一応ダメなんだけど、まあ、承知しましたとか送ると向こうからしたらさブーってなって、おまだ承知しましたってなるじゃん。そのリスクとこいつ返信してこないなっていう既読スルーしてんの、そうどっちを選ぶかって迷うね。だからチャットワークとか Facebook のメッセンジャーってそのなんか投稿自体にいいねってちっちゃくつけられて、うん、向こうの通知が鳴らないような仕様にできるじゃん。 LINE もあれにしてほしいよね。そうですね、うん、はいはい、そんな感じで LINE に対する愚痴でしたが最後は本日はここら辺でありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てねー。川本さん宛てのチャットはちゃんとびっくりマークつけようと思います。これから。